琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、そして沖縄で女優タレントとして活動しています前城美鈴です。よろしくお願いします。お願いします。やっと読んでくれた。聞いてました、ちぐささんだったり、カズハさんだったり、きょんちゃん、チッピ出て、全然読んでくれないから、あれと思ってて。まあ僕っていうよりはプロデューサー本来。そうですね。やっと満を持して、はい、出させていただきました前城美鈴です。美鈴氏とあれですよね、舞台、うん、一回、映像一回ぐらいで。そうですね。私が初めて出演した舞台もご一緒したりとか。あれ初めてなんですね。そうなんですよ。真っ黄色の国。真っ黄色の国っていう舞台で。あれでももう5年前。いや、もっと前ですよ。もっと前。もっともっと前です。6年、7年ぐらい前ですね。あの時は役者をやってたんですか？いや、あの時はまあ事務所に所属していて、で、うん、で、その、脚色をされていた作家さんの、はいはい、テルヤさんっていう作家さんの方が、ね、はいはい、なんか、ちょっとまあ一緒にいろいろやりたいね、みたいな話してて、うん、舞台こんな、今度こういうのあるんだけど、ミス、うん、どうって言われて、うん、私でもお芝居とかやったことないんですけど、って話はしてたんですけど、うん、いや、やってみようよって言ってくれたので、うん、じゃあ私挑戦してみますって言って、っていう挑戦したって感じですかね。そうなんですね。なんか全然そんな感じはなかったな。なかったですか？もう体当たりでしたよ。右も左もわからない。僕めっちゃ離れてしてるというか、すごいなんか、いやいや、芝居にあれが入ってますね。気持ちの入ってる感じの芝居で。嬉しい。そうなの？嬉しいことです。そんな全然思わなかったですね。でもなんかこの好きで CM とか、はい、このまあちょこっと、まあ、事務所には所属してたんで、うんうん、こう CM の現場だったりとかドラマの現場だったりとかに、うん、まあ、ちょこちょこ出させていただくことはあって、うん、あ、演じること好きだなって漠然と思ってた時だったんで、そう、舞台に沿ってるっていう経験はすごい良かったですね。そのからじゃ、うん、そこからでもジャンジャンって言ってますよね。いや、嬉しいことにやりたいですって言ったらいっぱいお声かけいただいてそれはもう実力、実力、ね、いや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 、もうまだまだ精進中でございます。で、2人で盛り上がってますけど、はい、本来ここにもう一人いらっしゃるんですが、これを言わずに行こうかと一瞬も言わないと怪しいなっていうことで、小原さん、小原さんね、はい、ちょっと今日本日体調、そうですね、私あの、うん、ドラマナイトにも、うん、琉球ドラマナイトにも何度か出させてもらってるんですけど、うん、でもドラマパートで出させていただいてるので、うん、この番組パートで出演されてる小原さんってお会いしたことなくて、はい、今日ちょっと楽しみにしてたんですけど、ちょっと私アレルギーかなあれ体調不良あれってだからもしかしたら後ほどなんか ね、ワイプで共演があるかもしれないです。お会いしたいですということで、みすずさんを迎えて大座頭に、はい、とりあえずこれを取り終えたんですが、はい、どうした大座頭に。有名なでもね、お話ですよね。見たいですね。私舞台でもなんか見たことあるし、お話としても聞いたことあるんですけど、うん、やっぱこの主人公というか、うん、このお兄ちゃんが鬼になってしまう妹のオタを演じたんですけど、オタやっぱしたたかですよね。強いですよね。そうね、決意したら一気に強いですもんね。そう、最初お兄ちゃんとかどうしましょうみたいな、どうしましょうってやったんですけど、ね、やっていくうちに、あ、こいつ強いなと思ってこいつ強いなと朝焼けに決意してから一気ですそうですね、うわーっつってね、それ最後のセリフは、最後のセリフ素晴らしかったね。なんか本当に勇ましくて楽しかったです、とっても、ね、ラジオドラマで、まあ、まあ別の曲で、まあ、コントとかをやらせていただいたりとか、で、はいはいはい、一人で、まあ、本を、ちょっとした台本を演じさせていただくっていうのはあるんですけど、うん、はいはい、こうやって俳優の方と一緒にがっつりお話をっていうのが、うん、まあ、初めてだったんで、神崎さんとできてよかったです。楽しかった、とっても。どんな感じですか？やっぱ違う？やっぱり、まあ、いつもやってるのは芸人さんだったりとかっていうのなので、なんかテンポ感が大事だったりとかするんですけど、やっぱこっちは、まあ、どっちかというと感情重視っていうか、まあ、なんか自分の、まあ、なんだろうな、感情をフルにっていうのでできたんで、うんうん、気持ちよかったですね楽しかったです。どこら辺が一番乗ったんですか、気持ち的に。このやっぱり、やっぱこれね、一番最後の第5話のところで、うんうん、まあ、この兄さんみたいな、今日は準備してきたのよって
からの、あの、勇ましいセリフですよね。騙してるではないですけど、このひっくり返しが面白いね。そうですね。ここはちょっと楽しくやらせてもらいましたね。そうね、やりながら、しめしめみたいな。そうですね。好き、なんだろう、なんだろうな、好きにやらせてもらえて、それをなんかもう、あ、それでも、それで大丈夫ですって言ってもらえたので、はい。もう好きに、自由にやらせていただきましたね。あと、この、おばさん、おばさんの、あの声が一言入るんですよ。あるね。あそこで、ちょっと沖縄のおばちゃん感を。ってたね、出せたのが、はい。で、その次のセリフもまたオタのセリフであったりとかして、うんうんうん、このパパって変わるのとかが、いや、そう、面白かったなと思って。難しいとこですけどね。難しいですよね。まあ、楽しくやらせてもらいました。ねこれ、みすずの兄弟はいるの、うん、私は上に兄が2人いて、いい下に妹が2人いて、4人兄弟なんですけど。どうしますね。兄がこういうのって。お兄が兄になったらどうしましょうか。はぁ。やっぱ餅食わして対峙するんですか。これ通りに ね。どうしましょうかね。一応もう、あれですね、今の感じの環境だったら、うん監禁するかもしれないですね。一旦。一旦、ちょっと、あの、現代の技術で、戻らないものかっていうのは一回調べさせていただいて。大事はちょっとなかなか。大事は次第。大事は、やっぱ、お兄ちゃんって思ったら、この幼少期の時代とかいっぱい思い出す。でも、あれでしょうね。オタもいっぱいこういう葛藤があったんでしょうね。うん、これだからさ、容姿のこと書いてないですけど、うんうんうん、完全に鬼になってるのかと、お兄ちゃんのままこれになってるのってやっぱ違うと思うんですよ。なんか赤くなってさ、ほんまの化け物みたいになってて、人骨グツグツみたいな。うん、それでもう、おしゃべりしてるオタも強いですけどね。うん、それはありますけどね。どうなんでしょう。どうします逆に神崎さんが。まあまあ、ご兄弟とかが鬼になって、まあ、例えば妹。大事しないかな、ね、どう引っ越すかまあ好きに。ねまああの、そうなりますよね。人生は共にしないですけど。そうあの、鬼界でどうぞみたいな感じに。確かにな。大事はなかなか難しい。なかなか、やっぱ自分の手でっていうことを決めたオタはすごい素晴らしいとでも思います。私にはこの勇気がないから、うん、多分。でも、やっぱ人々のためにって決意したオタはすごいなっては思いましたね。うん、この話を演じて、うん。あとこれ、あの、兄さんがなぜ鬼になったのかが一切説明ないんですよ、ね。そうですよね。なんでだろう。それはもう、あれですね、聞いてる人の皆さんの。そうですけどね。まあでもちょっとね、この両親が亡くなって、妹と離れ離れにさせられて、うん、まあその悲しさから鬼になったのか、みたいな話はありましたけどね。このそういう空想っていうか。そうね。っていうセリフはありましたけど。小原さんに聞いても知らない。わかんない。わかんない。そうなんですね。まあ、でも鬼のことはね、鬼しか知らないかもしれない。鬼のことは本人に聞かない、聞いてみないとわかんないかもしれないですね。鬼になった理由って。ないんじゃないだって石垣行ったらお姉さんが鬼になるし、あまりそんな深い意味がないというか、どの文献読んでもそんな感じだしね。ただこれはそのちゃんと民族学的に見るとおなり神信仰の影響を受けてるので、あの最終的に兄がおかしくなるけど妹がやっぱり対峙すると力が強いから。でこれは首里城が推奨した国家宗教の話で、首里城から遠く離れた石垣ではあんまりそんな関係ないから逆転してしまうという、まあ勝手な推論ですけどね。そうですね。もう強くなりたかったとかね、かもしれないですし。これでも絶対預けられた親戚は食べられてんのよね、これ多分、ね。そうですよね。引き取ったのにね。いじめがあったのか。親戚。なるほどね、その。話的にはよ。確かに。実話があるとしたら、まあ。そこでなんかちょっといろんな仕打ちっていうか意地受けて何クソってなって鬼になったかもしれないってことですね。あ、それ考えるとなんかバックボーンね、いろいろ想像しちゃいますね。でも最後の妹セリフもかなり衝撃なんですけど、うん、だからこれが引っ張り出せるんだったらなんか僕は鬼のなんか理由があるのかなと思って、理由があったらつながるんかなと思ったりもするんですけど、うん、
そうそうそう、うん、この最後のセリフかなりなセリフじゃないですかね。上の口下の口みたいな、うん、普通考えられへんよねこれ。そう、ね、この発想に至ったオタも オタもぶっ飛んでますけどねすごいですよね。なんか言い伝えがあったりとかしたんですかね、これが苦手だよみたいな。なんか、うん、そうそうそう、ああ、はいはいはい、ほうほうほう、簡単、うん、それも一種の話じゃないかって。ああ、魔除けね、はい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 、はいはい、ああ、なるほど、うん、おお、まあドラキュラでいう十字架みたいなことですよね。はい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 。だからなんだ、 石垣には逆があるんですよね、うん、妹さんが鬼になる、うん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、これでもあれですもんね、何も見せないですからね、弟。ああ、見せないですか。そうそう、だからそれ信仰がないんですよ、だから信仰的な話でいくとよ見せないんですかっていう私も私もてっきり見せるものだと思ってました。オチは違うらしいですね。あ、違うんですね。あ、なるほど。ちょっと残念だよな。まあ、そうそう。で、これが、なんか、ムーチーの元になってるんですけど。うん、要するに、ムーチーって神崎さん、食べたことあります？うん、もらったことありますよ。うん、もう、うちは、だから、二人とも内地から来てるんで、うん、家でやることはないけど、はいはいはい、やっぱり職場とかで、やっぱり作って、配られるんで、触ってもらったやつは食べますけど。どうですか？食べててか。美味しい、ちゃんと美味しいですか？あ、美味しいですよ。あの、なんだっけ、かしわ餅とか好きなんで。はいはいはい、あー、お餅ね。そうそうそう。ちょっと、ういろとかね。ういろってわかるかな、ういろあるんですよ。これ名古屋名物で。お、あれちょっと。ういろ。ういろ。はい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 。聞いたことがあります。あ、そうそうそう。ああいうのが好きやから、まあ別に好きですよ。あー、そっか。私ずっと苦手で。あ、そうですか。なんか、一年ごとに行事でね、うん、沖縄って作るじゃないですか。はい、で、子供の頃は、この月桃の香りが、どうも癖があって、普通にお餅が食べたいなって思ってた。でも、やっぱ大人になってから、やっぱ月桃っていい香りだな。で、ちょっと思考が変わって、そこから好きになりました。大人になって食べれるもんってあるよね、確かに。あるそう。子供の頃はね、余計なことしやがってみたいな結構あるんですよ、ね。あります、あります。あります、あります。これ入れるかみたいな。そう、あります。すごいある。今はそう、あの香りがないとちょっと、ね、そうそうそう、なんかね、ありますよね、もうこれがないとみたいな、ね、うん、ありますよね。やっぱり味噌汁、むちゃも食べる。そうですね、まあ季節物っていうか縁起物みたいな感じでね、1年に1個食べようよみたいな風習がうちでもあるので、まあ買って作ることはちょっとまあ少なくなりましたけ ど、ね、まあスーパーとかでもね、その時期になったら売ってるんで、うん、買ったりとか、うん、でなんかうち結構めいっ子おいっ子が生まれることが最近多くて、あ、そうなんだ。そうで、今ピヨピヨなんですけど、いいいいにちょっとハムハムさせたりとか、このまあ演技ね、なんかっていうのが、どっちがお餅かななんてやりながら赤ちゃんとかやって、どっちがお餅かななんてやりながら、そういう楽しみもね、増えながら、可愛らしいですね。いい習慣ですよね、うんち。ということで、まあじゃあもう一本、はい、塩漬けタンタンあるんで、またこれはちょっと面白い話ですけどね。そうですね、はい、また違った役を、いや、はい、演じます、ね、はい、それもお楽しみに。あ、で、わしとたん、うん、わしとたん、そうなんですよ、神崎さん。で、行く前に、はい、どうぞ。そうなんですよ、あの、私、4月1日、うん、2日に、ちょっと舞台の方にまた出演させていただきます。それが、あの、はい、ビーザライズ1壁という舞台でございまして、うん、4月1日と2日、土曜日、日曜日ですね、アイムユニバース手だこショーホールにて、行われます。これは、あの、演劇戦隊ジャスプレッソという、沖縄で、活動して、もうめちゃくちゃ今活躍してるんですけど、活躍している劇団の5周年公演ということで、それに、これに客演として出演させていただきます。この物語がですね、まあ、ファンタジー、あの、歴史ファンタジーということで、うんうんうん、14世紀の、沖縄の、まあ、史実をもとに、この脚本演出をしている演劇戦隊ジャスプレッソのリーダー戸口正人が、うん、まあ、あの、いろいろ想像に想像を膨らませいろんな、お話を膨らませて書いて演出をした、そんなファンタジーの、作品となっています。で、このいろんなこの一壁っていう、そう、あの、貿易を盛んにした大輝という人物がいるんですけど、その人物が元になってたりとか、そういうのをちょっと知ってからまた舞台に来てもらえると楽しいかなと
も思いますので、ぜひぜひ4月1日2日、あえてだこ浦添の方に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ぜひぜひ、まあ、5周年記念公演ということで、はい、ジャスプレスも5周年なんですよね。そうなんですよ。でもこれチーム自体はもっと長いよね。前の名前は忘れてたもんね。そうチームジャスパープラスっていう時代があって、うん、そこからまた名前が変わって5周年ということで、で、はい、これがまた何だろう、後輩チームというか、そう、弟分みたいな、弟劇団がチームイルカントという、うん、あの弟劇団がこの間本当1月の末に旗揚げ公演をやったばかりの劇団で、うん、あ、そうなんですね。で、で実はこの13人今回出るんですけど、うん、は、先生が一緒というか、私たちは声楽を習っておりまして、はい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 、発声、舞台に発声を生かしたりというか、うん、お芝居に発声を生かしたりするために声楽を習っておりまして、うん、その先生がみんな一緒で、そのメンバーがみんな出ますので。ミスちゃんもやってるんですか？私もやってます。あ、そう、はい、私もちょっとお芝居をちょっとどうにかこうにかもっともっと上手くなりたくてっていう、初めて2年ぐらい前かなに、私もその先生に指示して、あ、なるほどね、はい、ちょっとやらせていただいて、またそのメンバーでやるんだね、はい、やりますので、一本の舞台を今頑張って仕上げております。アクションがあったりとか、うん、笑いがあったり涙があったり、すごい感情がね、忙しくなるお芝居になってるんじゃないでしょうか。はい、はい、ぜひ見に来てほしいです。ビザライズ一駅よろしくお願いします。はい、まあ、じゃあ沖縄で一番勢いのある劇団ですかね、ジャスプレスト。ぜひ、はい、沖縄の若い役者の力を、うん、ぜひ見ていただけたらと思います。お願いします。はい、じゃあまた次、はい、もっとお願いいたします。はい、楽しみです。お願いします。今夜のお相手は神崎秀俊と前城美鈴でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。